開幕ゲーム1ということで、先ほどコーチがおっしゃっていた、まあ、激しい長崎のディフェンスがあったと思うんですけども、どうアジャストしてどんな話を共有してたのかってもうちょっと教えてもらっていいですか。まあ、ゲームの中でも最初にちょっと若い選手がっかりしてて、新しい選手がその、プロバスケットというか日本のバスケットのレベルにプロレベルには、慣れてなくて、ちょっとなんちゅう受け身になったシーンがいくつかあったんですけど、リバウンド取ってからターンオーバーとか、ディフェンスが行ってそこで止まっちゃって、フェイドウェイパスとかやってたんで、まあ基本的にこの経験で、ビデオを使って、個人でどこがちょっと弱かった、どこで受け身だったっていうのを見せて、もうちょっと明日、強いプレーをお願いします。あと1点なんですけども、今日はスリーガードいろんなパターンがあったんですけども、これはもう今シーズンの用意してきたなのか、もう今日の試合、今回の長崎戦のためのセットだったのかって、もう教えてもらっていいですか。まあ、まあ、基本的に、そういう原とか、なんていう、光とか、ああいう選手が、3番やって、で、まあ、外国籍が新しくて、まあ、4番のポジションで使ってるから、長崎も、3ガードというか、でやってたんで、そこの問題じゃなかったけど、やっぱりボールハンドリングが文雄と、麻人と結城のコンビネーションでちょっとボールハンドリングが良くなったんですけど、まあ、リバウンドの戦いは勝ちましたけど、やっぱりディフェンスでいろんなテーマがあって、それを良くしないといけないと思います。ありがとうございます。現在チームで外国籍選手、まあ、インサイドアウトサイド合わせてバランス、会話とかコミュニケーションとか、まあ、今後作っていくと思うんですけども、今どんな感じと今後明日も以降どんな感じでチームを新しい選手とやっていくのかっていうのを教えてもらってます。まあね、ちょっとまだまだね、なんだろうな、このどういうねチームとしてというもそうですし、監督がどういうものを求めているかっていうところで、まあ、新しく来た選手がかなりまだね試行錯誤してるかなっていうのは思いますけど、まあ、でも、まあ、ここからもうほとんど休みなく水土日と試合が続くので、まあ、試合の中でしっかり話しながらアジャストしながらやっていくしかないかなと思うので、はい、まあそうですね、しっかりまず下を向かないようにと、ね、しっかりポジティブな言葉をかけていきたいなと思います。ありがとうございます。もう新加入の荒谷選手と森川選手が、まあ、得点以外にどんなこと力をチームにもたらしてくれ、今もたらしてるのかっていうのを教えてもらっていいですか。はい、やはり彼らは B1 での経験があるので、その部分での、落ち着き、あとはこう劣勢になった場面でもしっかりとチームメイトとコミュニケーションを取ったり、落ち着かせるっていう部分をすごくやってくれてるなというふうに思っているので、やはり彼らが今まで経験してきたことっていうことをしっかりとこのベルカに還元してくれてるなというふうに思ってます。ありがとうございます。チームで始まったってさっきおっしゃってましたけども、はい、今日は新しい選手と今までの選手と合わせて、その勝つためにこうフロアのシュリンクさせないように出た時は必ず大きくフロアを取ってバランスを取っているのもすごく見受けられたんですけども、どんなコミュニケーションを取ってチームを今高めているかっていうのを教えてもらっていいですか。そうですね、まずはハズイトっていう自分たちのバスケットを表現する言葉があるんですけど、まあ、その部分で、スピードの部分、早くコート、フロントコートに入れる、まずそこが自分たちの一番の、大事な部分だと思うので、そこのリズムというかテンポをまずは作るっていうところ、フローを作るっていうのは僕がガードとしてできることだと思うの でその次にしっかり、まあ、僕がボール運んでない時でも、しっかりコーナーまで走ってフロアを広く取って、そこからすごく能力のある選手たちがたくさんいるので1対1だったり、誰かが仕掛けたのに、合わせていくっていうような、本当に今はベルカの表現、バスケットを表現するために大きい部分ではあるんですけど、そこを徹底してやっている途中なので、はい、その部分を
コートに出た時には表現できるようにしています。あと最後1点なんですけど、はい、まあ、試合前か試合後でもいいんですけど、久々にこう美容の選手とオフィシャルで戦うっていう感覚っていうか、はい、ちょっと思った気持ちがあったら教えてください。そうですね、まあ、本当に、そうですね、僕が B2B3、B3B2 っている間に、まあ、引退された選手もいますし、はい、まあ、移籍した選手もたくさんいて、なんかいろんな見慣れない状況というか、はい、あるんですけど、それでも、昔その僕が挑んでいた時に一緒に戦っていた時 の、 その対戦相手だったりとか、すごくたくさんいるので、それに負けないように、本当に B1 の選手たちとプレーするの楽しいですし、それが味方でも敵でも僕自身たくさん、刺激をもらいますし、すごく楽しいものなので、はい、本当に何ですかね、もうただ楽しみたいなっていう気持ちです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。